昨日寝る前にふと考えたのですが、サザエさんのタラちゃんにもし弟か妹が誕生したらどんな名前になると思いますか？タラちゃん、はい、確認したいね。いや、そうそうそう、家族構成をちょっと今分かってないんですけど、うん、フグタサザエ、うん、フグタマスオの息子がフグタタラオ、うん、フグタっていうの、あの人たちは。そうそう、へえ、フグタファミリー。フグタなんだ。まあその3人だけね、はい、他の人は磯野だよね。そうか、磯野ファミリー。そう、磯野波平、磯野船、あのおじいちゃんとおばあちゃんが船さんとで、磯野カツオ、磯野ワカメ。そこが難しい。そこが、そう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 、そこが難しいのよ。そうだね、ちょっと複雑なの、兄弟だっていうね。そう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 、すごいね、こんな複雑なんだ、すげえなあ、そうなんだ。だからこの魚系でしょ。魚系だね。魚系でいこうよ。そうだよね。でもマスとタラだもんね。そうね、うん、母がサザエだからね。そうか、カツオ、ワカメ、結構食べれる系の魚だよね、うんうんうん、そうだね。サメみたいなさ、まあサメも別にあれだけどさ。そうね、これだよ、タラって。あ、タラってそんな感じの見た目なんだ。これタラだぜ。確か、まあ、よくこれの名前をつけたな。確かに、もっと可愛い魚あったかって思うけどね。確かに確かに、結構なんかすごい、ね、タラちゃんって感じしないね。そうね、いや、ほんとタラちゃんっていうね、タラじゃない、どっちかっていうと、うーみたいな、うーん、恋しそうな、タラです、でもあの鍋に入れると美味しいから。あ、そうなんだ。タラは、だからいいよね。じゃあいいね。名字がフグだからね。あ、そうだね。マスもだって、なんかそういうちょっと綺麗系の魚だよね、言ったら。そうか、白身っていうかね。あ、なるほどね。じゃあタイとか。あ、でもタイいるか、太鼓さん、ね、太鼓さんいるもんね。だダメか、イワナくん。ああ、でも全然ありそう。なんか今っぽいし。あ、今っぽいの、イワナくん。ちょっとごめん、分かんなかったけど。まあでもなんかいそうな感じはするね。うん、弟だもんね。妹だったらさ、やっぱ貝、うん、サザエさんから取るっていうさ。あ、そうか、なるほどね。確かに、見る、見るね。見る、ああ、全然種類が見る貝、見る貝ね。サザエだもん、そのままだね。サザエ、そうだね。シャコ、シャコ、シャコちゃんね。シャコちゃん、あ、まあでも結構子っていう響き的にもね。ああ、そうか、うん、確かにシャコね。そう、サケ、あ、代表的な食べる魚、うん、はいはいはい、ということで。イクラちゃんってさ、いるじゃん。うん、あ、イクラちゃんのお父さんお母さんどっちかがシャケってことはない、さすがに。ノリスケとタイコの子供ですね。そう、じゃあ関係ないのか。イクラちゃんですね。じゃあシャケっていないのか。そうだね、難しくなっちゃうから。そっか、なんかね、じゃあさ、うん、そのキリミちゃんとかで、あー、かわいいね。いいじゃん、そういう、かわいいじゃん、ね、刺身ちゃんとかね。さあ、確かにいいじゃんね、うん、そういう系はあるかも、ね、確かに確かに。男だったら、うん、軍艦。いいね、なんか。おい、軍艦、逆にしようぜ。どうも、あ、いいじゃん、いいじゃん、絶対そういうやつ。軍艦は、まあ、あぶりちゃんとかね。あ、いいね、いいね、ボイルエビちゃんはないだろ。でもエビちゃんだからね、要は。あ、まあ確かに、ね、エビちゃんね、可愛いよね、エビちゃん。エビちゃん、そうだね、うん、フグタ、エビってことでしょ。なんか違う気がしてきた。マヨコーンとか。もう魚じゃなくなっちゃってるやん。ツナは、あ、いい、いい、フグタ、ちょっとおしゃれ、あ、ちょっとおしゃれ、それはおしゃれ、いいよ、いいかも、いいよ、ツナマヨちゃんとあり、マヨが入ってきちゃうと、あり、まあまあそうか、うん、全然あり、いい、あ、いいんだ、なんかいつも美味しいかもしれない、全然いいと、あ、そうか、うん、シャリ、シャリごとかさ、魚じゃなくなっちゃってますやん。うわ、いいな、それ。でも、のりすけさんってのりなの。そうだよ、のりだね、確かに、のりじゃん、じゃあもうシャリでもいい、シャリを絶対いいよ、それ、そう、全然いい、確かに。あ、俺めっちゃかっこいいの思いついちゃった、ね、これでマジで、はい、フグタ紫。あ、確かに、確かに、確かにね、いいね、普通に良くない。いい、うん、じゃあガリは。あ、いい、ガリくんもいい、ガリ、うん、ガリいいね、ね、ガリ全然、涙、涙は涙、ガリ、フグタ涙、全然いい、涙はかっこいいけど、ガリはやばい、ガリ、おい、ガリ、フグタガリは、ね、結構いじめられてる、おい、ガリ、良くない、良くないから、それは。紫とかっこいいね、かっこいいよね、うん、確かにいいね。今後はだから寿司路線で行くことにはなりそうだよ。いいじゃん、いいじゃん、魚っていうよりはね、時代の変化というか、そう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 、いいじゃん、いいじゃん、あ、てかあれ寿司路あり、普通にいいね、寿司路、寿司路、うん、
あのそんなこと言ったら響きはいい。フグ田美咲もいけるよ。あ、いいじゃん、美咲。美咲なんだっけ、回転寿司屋さん。美咲寿司ってあるね。そうそうそう、あ、そうありますから。そうもいける。ハマだっていいじゃん。クラ全然ハマいるよ。いける、うん、クラちゃんね。カッパテッカ、あ、フグ田テッカかっこいいよね。いるね。かっこいい、かっこいい、全然いい。今っぽい、今っぽい、その感覚全然わかんないよ俺。ヤマちゃんの今っぽいの感覚、フグ田テッカ君の今っぽいよね。全然わかんないのそれ。ちょっとイケメンの名前だね、なんか、まあ、まあかっこよさそう、ちょっと、うん、それはわかる、うん、寿司ネタ思いつく選手権の532番とかどう。待ち受付してからの番号。いやいやいや、あるけど、あるけど、なんかその液晶みたいなのに。ああ、うめ、そこまで広げちゃうんですよ。そっか、フグ田テーブル席とかね、フグ田席とかね。ああ、いいね、いいね。ガチャポンみたいな。あーあるあるある、ピッカポン。そこまでカバーできる。そんなところですかね、じゃあ、うん、いいのがいっぱい出たんじゃないでしょうか。